はい、ということで月曜日です。宇垣さんよろしくお願いします。宇垣さん、今日がアフターシックスジャンクション2、一応今年最後という感じになるんですね。あんだって早いんですよ。だからね、一週分っていうのもありますし。いや本当そうなんですよね。なんかその年末だからっていうのもあるかもしれませんけど、やっぱちょっとこう2になってからその、あの体感がおかしい。番組始まっちゃうとあっという間に終わっちゃって、いつも毎回終わるとさ、あれみたいな、やっぱ足んねえなみたいな、こう足んねえ文句言ってますけども、はい、そうなんですよ。なのでちょっと皆さんからですね、いろいろ私の今週末周りの ね例えば日曜サンデーでチンプレイ好プレイ大賞の中に候補として選んでいただいた件もあるし、はい、森田芳光のさんのね、上映会、あの新聞芸座でずっとやっている上映会の話、それともっと言えば昨日その森田芳光さんの13回忌というね、法要がありまして、それに今私ちょっとね、私ごときになるのかっていう感じなんだけど、参加していただいて、その時の話で、その参加した時に、高田文夫先生ね、一緒に行ってですね、ちょっといろいろ話したり、なんなら高田先生のご挨拶の時、おい歌丸来いって言われてですね、ちょっとなんていうか、なんでこんな漫才みたいなことやってるんですかみたいな、そういう場面があったりとか、いろいろ面白いことは山ほどあるのだが、そしてそれに関してのメールも山ほどあるのだが、やはり本日は宇垣さんのお話を優先して動きしたいと。いやもうそんなね、そんなあるでしょ、あるでしょ、宇垣ネタ。さっきだって僕ね、宇垣さん最近今週どうでしたかって聞いて、伺った話やっぱめちゃくちゃ面白い。僕全然知らないとあるね場所の話でちょっとめちゃくちゃ伺いたいんで、まあ今放課後ポッドキャストというね、なんていうんですかね、切ない気持ちのゴミ捨て場があります。納豆については私ちょっともうちょっと話をしたいなって思いながら聞いてましたよ。納豆について一加減いらっしゃ お持ちであるとただそのちょっと納豆の件は今日置いといていただいて宇垣さんのそのさっきの言ってきたところの話めちゃくちゃ面白かった。僕全然知らなかったんで、ちょっと興味ありますんでさせてください。番組始まってから伺いたいと思います。アフターシックスジャンクション2。 TBS ラジオアフターシックスジャンクション2。さあみんな騒ぎな今夜、 Tonight's the night、 Tonight's the night、 一丁弾けていこうぜ、 Just like dynamiteさあみんな乗り込め今夜、サウンドのタイムマシン、タイムマシン、 Yes、 あのアフターシックス超えるアフターシックス、 It's after after six、 まるでウィンターソルジャーにグレムリン2、ダークナイトに帝国の逆襲級、一作目超えたパート2にアップデート中、未だ成長途中、未知なる何かあなたにクエスチョン、知れば知るほど湧く次のクエスチョン、赤坂からまた探求しよう、アフターシックスジャンクション第2章、 Let's go。12月18日月曜日、時刻は今夜10時2分です。ラジオドッキの方もラジコドッキの方も、そして YouTube でご覧の皆さんもこんばんは。アフターシックスジャンクション2、通称アトロック 2、 パーソナリティ私ラップグループライムスターの歌丸です。そして月曜パートナーの宇垣美里です。納豆について今もう紛糾仕掛けたんだよ危なかったですね、ダメですよそれ、殴り合いになるところ、もう火種1個やるとこう飯の話はすぐ火種1本パーンってやとすぐ戦争始まっちゃうんだからね。なんか言いたいなと思いながら聞いてましたけど、今度放課後ポッドキャスト来てくださいよ。行きたいですよ。だからさっきね、森安ディレクターがね、そのまあ一応宇垣さん今年は最後ですって言って、もう一応じゃないでしょ、もう最後でしょって言ってましたけど一応もクソもないやないかって放課後ポッドキャストをね、その暇人たちがやってるわけ、はい、でも俺もそのもう飽きてんのもうこいつら。そんなことないでしょ。私あれ本当散歩しながら聞くの大好き、いやだからぜひちょっと放課後ポッドキャストもその納豆の件、はい、ねそこまでのことをおっしゃるならね、1日後ありますよ、そこまでのことをおっしゃるならぜひ来てくださいということなんですけども、でですね、まあ私すいません、私周りいろいろいただいててですね、そのとにかく森田芳光さんの13回忌の話とか、うん、めちゃくちゃ高田先生とね、特に高田先生といっぱいお話できたのすごい嬉しかったですし、もう13回忌そのものも素晴らしい、皆さんの本当に豪華メンツとしか言いようがない、はい、回でございまして、その話ももちろんしたい、で、あと上映会またやって、トークショーめちゃくちゃ新たなお話いっぱい伺えて、例えば未来の思い出に宮川一郎太さん来ていただいて、宮川一郎太さんの、まあ、家族ゲームを含めてですね、はい、まだ初めて聞くお話もいっぱいあったしとか、ね、めちゃくちゃまた新発見もいっぱいあったんで、こういう話もまたね、ただ放課後ポッドキャスト切ない気持ちのゴミ捨ては、ね、そんなことないよ、これは楽しく聞いてるよ、マッカチンさんの名ラインでございますけども、はい、ね、ニトロマイクロフォンアンダーグラウンドの名ラインでございますが、まあ、そっちは放課後ポッドキャストで、まあ、もうする場所はあるんで、私はいくらでもあるんですよ、そのくちゃべり場が。ちなみに今日やる前に俺豚丸分室でもう2時間やってきた、だからもう俺はいい俺はいい。宇垣さんどこに行かれてきたんですか。まず私がちょっと先週行ってきたのが、小田原文化財団の江ノ浦測候所という場所なんですけれども、江ノ浦測候、測候っていうのは測る気候の候を所、要するに気候なんか観測をするような、あ、そうなんです、だった場所、ここだった場所ではなく、現代美術作家の杉本博さんという方が設計した場所なんですけれども、うんうん、美術館ではなく
暦を読むための場所なんですって。つまり海とか あと空とか太陽とかを見るための場所だから測光所。あ、そうなんです。なるほど。じゃあそのなんていうのかな、その気象庁がやってるなんとかそういうんじゃなくて、ではなくてそもそもそういう名前の、はい、まあアート空間というか。そうですね。なので結構そのあこれって日時計だなみたいなものとかがいっぱいあったりとか、夏至の日は光がパーンってあのこれですねパーンって通るんですっていう、はい、これはなんていうのかな、こう海側にガッと張り出した張り出た筒廊下？そうなんです。筒状の廊下で、うん、その上に立つこともできるんですけど、怖いじゃない？めちゃくちゃ怖かったです、うん、風が強かったので、でもこうパーッと広がる、うん、あの水平線を見られたりとか、でそこにうまく火が入る日もありますよ。そうで、その筒の中にも入れるんですね。怖いじゃん。中に入る、それも怖いんですけど、それはそれでその海の風景がこう切り取られてるようにこう中から見られるので、それもすごく美しい。で外からの光がパーってこう奥から差して、中にちょっとこう井戸みたいなものがあるんですけど、そこにこう光がふって入るのもすっごく なんだろうずっと見てられるっていう。すごく美しいその、まあ、あれがいろいろこうなんか配置してあって、つまりそのトータルとしてはアート的なものを味わう空間なんですかね。そうですね。でもそういうものもあるし、なんか急に社、うん、神社みたいなものがあったりとか、鳥居があったりとか、うん、なんか石の狸がいたりとか、なんかあちこちから先ほどちょっとパンフレット拝見したら、はい、あちこちから集めてきた古いそういうなんていうかな宗教的な何かとか、お地蔵さんが急にいたりとか、めちゃくちゃだからそのなんていうか化石があったりとか、みかん畑もあるから、で竹林もあるの、不思議な空間。そうで、あのすっごい広かったので、どんなもんかと思ったら9496平米ですって。ピンときましたね。私も分かんない。ただめっちゃ広くてその、あの中にはみかん畑もあるので、ほんとちょっとこう斜面な山一個分、うんうん、結構歩きました。でそのいやじゃあ結構高い位置にある高台のところにある施設で、その海切り立った海のところにも見えてみたいな場所にある、はい、でもすごい不思議な、そのだからどういう施設だから、俺ねこれ見て、うん、あまりにもこの施設、まあ、すごい素敵そうだし面白そうだし、うんうん、行ったら行ったでワクワクとかなかなかその怖さも含めて楽しそうなんだけど、一言でアリアスター空間っつってね。私は金田一事件簿の金田一少年の事件簿の現場って友達とずっと言ってました。これ絶対さトロッコで死体運ぶぜとかって言いながら、そういう不吉さもあったりする。そうなんです、そうなんです。なんかあの人殺せそうなものもたくさんあって、あのそんなつもりないと思うんですけれども、もちろんあのなんて言うんでしょう、ちょっと不穏な、ものもたくさんあって、もう見てて本当に、例えばあのガラスが39枚こうそのままくっついてる、自立して、うん、壁みたいになっている、ギャラリーというかこう廊下があって、これはあそれは道、ね、100メートル、はい、それはもうあの一切釘を使ってないんですって。ほうほうほう、これで何かできるぞとか、あのそうやって楽しむ場所じゃないじゃない。まあでもそのモダン双曲線関数が目に見えるように模型化したものですとか、あそういう、うん、じゃあちょっと科学的な背景もあるような、ありますあります、でもモダンアート的なというかがと古いものと、そう竹林の中にあるから、またそれがすごく不思議だったり、プラスその自然とみたいなものがこう絶妙に配置された。楽しかった。だからでもちょっと要するにそのやっぱさ、そのさっきの殺人事件とか、僕アリアスターって言ってるような、それこれ何の儀式よみたいな。そうなんですよ、なんかね不穏なんですよ。ちょっとさ要するにさ、まあ、話を伺っても、まあ、皆さんぜひね、そのなんだっけ、小田原の江の浦測光所って調べると出てくるけど、はい、要はトータルで何って説明しづらいこの感じが。そうなんですよ。でもこれはねよく行こうと思われましたね、こんなんね。これあの私が好きなブランドのファッションショーしてるのを見て、ここでね、いつか行ってみたいと思ってたんですけれども、で事前予約制なので、そんな広い広大な敷地なのに、まあ、30-40人ぐらいしか人がいなくって、事前予約制でね、制でしかも海外の方とかがねすごく多かったんです。僕なんか全然知らなかったけど、半分ぐらい海外の方で、なのでなんかよく見つけたなこの方々と思うくらい目の付けどころが素敵、うん、でも本当になんだろう不思議な空間でした。2時間から2時間半ぐらいいたかな、すっごく楽しかったです。いやでもすごくなんかナイスチョイスだし、僕はやっぱその感物っていうか、うん、そのなんていうの、意図的に配置された巨大空間みたいなもの にから感じるワクワクと恐怖が大好きなんで、世界を作ってるので、はい、うん、もうなんて言うんでしょう、これ季節ごとに行きたいなとも思いました。時間ごとにも行きたいし、当然多分光の当たり方とかね変わってね、ちょっと冬先だったから海がすごく澄んでいたけれども、うん、これ夏の光ってどうだろうとか、はいはい、春は多分桜の木がたくさんあったので、これまた綺麗だろうなとか、雪とかね、そうです、なんかコンプリートしてまた行きたいって思わせるような場所でした。江の浦測光所とか私知らなかったんで、本当におすすめ。ちょっとなんか私のね、ちなみにそのさっきアリアスターアリアスター言ってるのは、間もなく私アリアスターにまたインタビューするとかしないとかっていうの、某
某某某は恐れて、ね、歌丸は恐れている歌丸は恐れている。このあとカレーを食べくることができるのかね。めちゃくちゃ私お腹すかしてきてます。楽しみです。食べたいと思っております。宇垣、はい、さんありがとうございました。すいません、ちょっとベロベロと喋ってしまいました。いやいや、宇垣さんでございます。もうね、今年最後の宇垣さんかもしれませんからね。かもしれない。そうです。まあ、ただその納豆の話したければ放課後ポッドキャストね。確かに確かに、来ていただければ。一過言ありますよ、ちょっと待てと。あとそのなんかあの終わらな芸みたいなものにね参加していただくというか、ね、あれ私もあと5分って言ってるけど、つって見るのすごい好き、嘘嘘嘘ばっかりっつって、もうでももうそれも飽き飽きしてるんです。もう他もうんざりなんだ。だからぜひね、いずれちょっと捜査にも参加していただきたいと思う次第でございます、はい、ということで本日のメニュー紹介いってみましょう。この後すぐ特集コーナー、ビヨンドザカルチャーは年末恒例企画です。カレーは音楽であり、音楽はカレーだ。ゴスペラーズ黒沢カオルプレゼンツベストカレー2023発表スペシャル。黒沢カオルさん、皆さんご存知も、もちろんね、ボーカルアカペラグループゴスペラーズの黒沢カオルさんが、もちろんね、カレーハードコアカレーシンガーとして非常にカレーにお詳しいということで見込んで始まったこの企画、すなわち黒沢さんがあちこちいろんな、ね、お店がありますけども、食べて食べて、今年のベスト3を、このまたスタジオに持ってきていただいて、我々が実際に食べながら、このカレーを音楽で言えば何なのかと例えていただいて、その音楽を聴きながらカレーを食べるということで、皆さんはカレーの味を味わうことはできませんが、その音楽を聴けば、選曲を聴けば、ほぼこのカレーを味わってるも同然という、食べたようなもんですな、もう食べたも同然です、ね、というような企画をやってみたい。黒沢さんは1年間悩まれ続けていますね。そして11時からは新概念提唱型投稿コーナー、まるまるまお送りします。そしてさらにその後は明日使える一発一中のカルチャー情報をお伝えするカルチャーワンショットです。今夜は映画パンフレットをめでる実習団体、映画パンフは宇宙だの今井優也さんが登場。2023年のベスト映画パンフレットをご紹介いただきます。番組では皆様からのリアルタイムの感想や質問などもお待ちしています。アドレスは歌丸@tbs.co.jp 歌丸@tbs.co.jp まで。読まれた方全員にアフターシックスジャンクション2のステッカー差し上げます。また X、LINE、Instagram では番組の各種情報も発信中です。で、あと各種ポッドキャストサービスで過去の放送や放課後ポッドキャストなどの特別コンテンツも配信しています。はい、YouTube でアトロク公式チャンネルもやっております。スタジオの模様が生で覗き見できるよということで、チャンネル登録高評価よろしくお願い。カレーも見ることができるで、ね、あ、カレー見ます、ね、皆さん、ね、どんな感じのカレーか、うん、ね、我々が実際に食しているところも、はい、ね、見ていただきたいと思っております。見ていただきたい食べてるところを見てくれアフターシックスジャンクション2行ってみよう。アフターシックスジャンクション2ハッシュタグ歌丸アトロク